2月の上旬に変えたんですよね。で今もうすぐ5月なので本当にちょうど3ヶ月ぐらいです。で交換してからね、1回だけブラケットの位置がすごい下に下がりすぎてる時があったんで、そこでまたちょっと調整して今ちょっと下がってるけど、あのね、多分荒木高明さんとコラボした時の動画はもうすっごいグッて下がってるんですよ、うん、そう、あれの時よりももう少し上がってます。でもこれね、多分平行に見えても下がってる感じに感じるんですよ。まあ、なんですけどあんまここ持たない、だいたいここ持つのでね、デフォルトはここですね。逆に上半をほぼほぼ持たない、 98% 下半。まずメリットはね、2つ大きく2つあって、ハンドルとの距離が近くなったんで乗りやすいです。で疲れにくくなりました。前のハンドルだとブラケットの位置だとちょっと遠くて、私ずっとこことか持ってたんですよ。ここでちょうどいいぐらいで、前の普通のハンドルのここが今のここと同じぐらいの距離感なんですよ。ここの高さと、そう、ここのここが一緒じゃない？延長線上にある。下半握ってるんだけど結構実は高めなんだね。そうだ、体にフィットして疲れにくくなったのは私の中でも一番の恩恵、もうそのために変えたって言ってもいいからね。であとはあのブレーキとのこのね、距離というかね、なんかテコの原理でここら辺なんですよ、握るの。なんかブレーキがすごいかきやすくなった、軽い力で。前ってここだからさ、ここをさ握るよりもここ握った方が握りやすいんだよね。ブレーキかけやすいし、あのダウンヒルとかであの全く指が痛くなくなった。下りも指が疲れにくい。疲れにくい、それはね大きい。でちゃんとブレーキがかかるから、あのすっごい激坂でもあの指痛くならずに下れる、うん、安心して下れるんだよね。ここってね本当にね手ちっちゃいから結構痛いんだよね。逆にデメリットは？デメリットね、このこれハンドルミラーが見づらくなった。ここだからさ、腕とねちょうど被るんだよね。目線が腕の真下にあるから測んない。やってみてもらっていい？あ、そうか、うん、被るんだよね。だからこうしないと見えない、こうしないと。あ、そうそんな感じ。だから見えない、だからこうしないと見えないの。ブラケットに握ればもちろん見えるけど、よいしょ、ここだからちょっと被るんだよね。腕がちょうどミラーを隠すわけね。そう、だからちょっと肘をこう外側にグッて張らないと見えないけど、まあデメリットっていうほどのデメリットではないし、そのデメリットを考えた上でもメリットの方が大きいから。だってブレーキの引きは重くない？このワイヤーがすんごいグネーンってなるじゃん。あ、抵抗が大きくなると思うんだけど、このワイヤーがさ。え、てかさ、ワイヤー長いとブレーキの引きが悪くなるの？ R がきつい。グネって曲げれば曲げるほど引く力いるじゃない、うん、あ、ものすごいカーブを描きながら。確かにシンプルに長くはなってるね。そうだよね、迂回してるわけだから。あ、そっか、確かに。あ、でもそれはあんまり引きは変、重くはない。重くない。そっか、下半だから。ここね、すっごい握りやすい。調整位置によってはここがね当たる、ほぼ当たりそうな時があるんだよね。で手にもうここ、こういうふうに当たるみたいな、みたいなのがあるんですけど、なんかちょうどいい、自分にいい塩梅の位置を見つけて、あんまり当たらないところを、まあ、でもそれも結構長尾さんがやってくれたおかげで。あ、長尾さんではなくて、あの上司さん、あのサイエンスの、そうが時間をかけて調整してくれました。ありがとうございます。なるほどね。確かにハンドルの距離は近くなるんだけど、下半持つからさ、その分下になるじゃん。こんな感じ、近くはなるけど、ね、そう、サーカス乗ってるクマみたいな感じになっちゃうよね。だ、体型とか人の身長とか座高とかいろいろあるかも。それはね、ちょっとそう、これね、試乗しないと絶対わからないですね。デザインは？デザインはもう私が好きなデザインだから、このデザインもかっこいいからね、それで買ったから。そう、でもこれ3万3000円したんですよ、ハンドルだけで。まあ、カーボンハンドルなのでね。カーボンなのね。そう、ちょっとどうしても大きめのフレーム乗らなきゃいけない小柄な人がハンドル遠くて苦労してる時にいいかもね。うん、ちょっと横から見るとやっぱりグッと手前に寄ってる感じするね。いや、するする。だから多分今あの前のもともとグッソについてたハンドルで乗ったら、うわ、遠ってなると思う。絶対に感じる、自信ある。それで姿勢は大事ってことだよね。大事、そうだね、それはすごい分かった。すごいね、ひねくれ者みたいな。このカーブのおかげですごい手前に、うん、なってるなってる、来てるね。まあ、このブラケットは結構
上げてあるけど、うん、こっちは水平だね。そう、ブラケット向きがちょっとちょっと下がる。下半で快適にするためにはブラケットを下げなきゃいけないと。そう、ブラケットの位置でもまあ別に全然いいんだけど、それに焦ると今度ブレーキが今度こうなっちゃうんだよね。下半持ちと上で握るか下で握るかで好みで決めた方がいいかもね、うん、でもベロにするなら下半握った方がいいと思うよ。上半だとちょいとまた遠くなるからさ。輪行のしやすさ、しにくさで折りたたむんだ時にすんげえ邪魔になりやすいとかさ。意外とね、全く全然大丈夫。うにってしてるからこれ立つのかなって思いきや普通に立つ。むしろこれがハンドルが結構上がってるじゃん。ここがひっくり返しても傷つかないよね。あ、そういえばそうだね。まあでもここに携帯を置いて輪行したことないからあれだけど、あのしなくても例えばこれだとこれ水平する。水平っていうか水平でもう上がってるもんね。ここギリ当たったりするのよ。あー嫌なのよ。ちょっと傷がついてたりするのよ。そっか。これも過去の輪行でひっくり返した時のこれ。あ、そう、なるほど。確かに傷ついてるわ。ひっくり返すとここが引っかかる、あの地面に当たるの分かるもん。うん、いやまあそうだよね。それがないよね、うん、3センチぐらい余裕あるもん。多分ちょっと浮くとも地面に置いたらね。つまりひっくり返しても方向痛めない。うん、あとねもう一個デメリットあるわ。ライトだ。あ、横にライトが向いちゃうから、ここ取り付けたらだから斜めちゃうんだよね、ライト。だからどうしてもリックマウントで下に取り付けるしかない。あ、最高もそうしたのね。そう、しかもこのリックマウントもここほんとねギリギリで止めてるんですよ。ほんとだ、もうほんとにギリギリで、あの前の私が使ってたこれステムではないんですよね。 BBB って書いてあるのかな。そうだね。そう、この前使って前グッソに取り付けられてたステムだとちょっとね幅が広いから、このリックマウントを取り付けたら斜めっちゃったの。はあ、だからステムもこれ私変えました。あ、でここの幅も狭くなって、そう、ほんとやや狭くなってやっとこのレッグマウントが取り付けられるようになった。あー、なるほどね。だそれはちょっと考えなきゃいけないかも。ここのスペースがあまり生きないよということだね。そう、そう、確かね、あの私のおじはねこういう風につけてなかったんですよね。ちょっと斜めってたなって感じた。うん、なんかそこはちょっと考えた上で買わないと、買ってこんなはずじゃなかったってなることはないようにした方がいいですね。あのね、巻き込んじゃう時もあったんだよね。これがこうやった時に当たるってこと。そう、位置に当たる。はい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 。これがなんだろう、もうちょっと長くてこの中にスポッてはまっちゃうみたいな。それ危険じゃん。そう、だから長尾さんがちゃんといい感じに調整してくれて、そこもちゃんとハンドル切って確認しなきゃダメだね。そうなんだよね。だそこの最初の調整とかはいろいろ時間かかるかもしれないですね。